JAF グランプリスーパー GT& フォーミュラ日本富士スプリントカップ2011。開いた？コンマ4ですからちょっと開いたんじゃないですか。そうですね。で逆にどうだろう、こっちの方が接近するのかな。こっちというのは3位争いのことです。こちらさあ、お、ほら近い、迫ってきましたよこれちょっと待ってください。これはちょっと大変だ。カメラさん両方ともしっかり押さえておいてもらって距離が近いんで、近いんですよ、大変ですよね、はいはい、両方収めるの。さあ、うわ、これはでも柳田さんがおっしゃった展開になりました。昨日の友は今日の敵、前アンドレ後ろ11、まあ、この2人の巧みなタッグがあった頃からこそトムスはチャンピオン取ってるんですが、来たぞ、ここになんか11の気迫を見る。捉えるか脇坂11。まず最初の注目はダンロップコーナー、もうすでにトップ争いは立ち上がってます。行くか、11並んで、脇坂11横、アンドレ粘る、並んだ、サイドバイサイド、どっちだ、ロッテラか脇坂か、まだ並んでる、まだ並んでる、名手同士、名手同士、すごいぞ、狭いんだけどすごいやるなぁ、面白い。これ見せ場を知ってます。まだ分かりませんね、これ。いやこれはすごいバトルになりました。アンドレ対11、素晴らしいですね。ちゃんとお互いのラインを残しつつ、クリーンなバトルでですね、はい、素晴らしいですね。名手同士の非常に見応えのあるバトルになりました。しかも柳田さん、あの狭いセクター3のバトルでしたからね。そうですね、ずっと窓が、はい、サイドウィンドウが、はい、あの、はい、ちょっと外れかかりましたね。これはこれ、おー、脇坂11、ここで、だーでもアンドレ・ロッテラーも粘ります。立ち上がり、背中についた、並べられるか。これね、サイドウィンドウってね、ドラッグ増えますからね。ドラッグ抵抗ですね。あ、はい、あの、うわっと苦しい。うわーと、脇坂11はついて抜こうとしましたが、アンドレ・ロッテラー、ここはプライドを見せます。これはいいバトルですね。11だけは抜かせな い, い、アンドレだけは抜く。面白いこのバトル。いやー、11すごい。まだ分かりません。で、まあ、今由良さんおっしゃったようにちょっと空気抵抗が少し増えているであろうという前のアンドレ・ロッテラーの場面です。そうですね、ストレートの伸びがねちょっと悪くなってくる可能性ありますよね。当然その辺は気づいた上で、脇坂11が先ほどはダンロップコーナーインに飛び込んで、しばしサイドバイサイドのバトルを演じました。今度は多分ストレートでの方がいいかなと思ってるかもしれないですよね。でこのバトルが完全な接近戦になっている間にやっぱりタイヤをちょっと使ってたんでしょう。 JP オリベイラペース落ちたようです。差がロニー・クインタレルディとの差がコンマ7まで開いてます。さあこの後ですか、ストレートですね。そのここは一番井浦さん、あの抵抗の影響は出るわけですね。そうですね、きついですよね。はい、はい、さあ逆にこちらは11とアンドレなんですが、前がアンドレ・ロッテラ、後ろが脇坂11でコンマ34。 おっと脇坂11が迫ってきた、迫ってきましたが、これは完全なテールトゥーノーズ。どうでしょうか、脇坂11ワンチャンスはどこに思い描いているか、まあ、それとも今なんとかいければというその唯一のチャンスだったのか。差は結構微妙な差です。ああ、脇坂11、ヘアピン立ち上がり、ヘアピン立ち上がり、11いった。これ見逃すよね。見せたぞ脇坂11、アンドレオーバーテイク。いやこっちか、昨日の友を料理しました。どこでも行けますね。11帰ってきた、アンドレ・ロッテラーを抜いて表彰台ゲット。やった、すごいレースでしたね。これはすごい。何台抜きですか。13番手から10台抜き。10台抜き。あと苦しい時もよくあれこらえて、最後 JP 来てるんですけど、本当にこらえてくれたと思いますね。オーバーテイクシーンを確認しましょう。ですね、わお、これはすごい。ゴリゴリゴリっとヘアピンで鼻を入れてきた感じですね。ツッコミのジュイスさんが戻ってきたっていうか、
はい、本当にあの切れ味鋭いブレーキングってやっぱりジュイスさんの持ち味だと思うんですけど、そうですね、それを存分に見れたレースでしたね。脇坂11のこの D ステーションクラフトはシーズン結局最高で7位、一桁順位がわずか3回しかないという、もう本当に辛いシーズンだった。それからこの人ですね、今日はね、脇坂11、かっこよかった、かっこよかった、すごいかっこよかった、かっこよかった、落ちてきたのかなと思ったんですけど、自分があえてコントロールしてたという、本当に考えた素晴らしいレース見せてくれると思います。それとこの11、はい、良かったですね、感動しました。これですから、このスプリントカップ、江田さん、こういう猛烈な走りもできるレースだし、はい、あのみんながリスクを犯してくれるわけですね。そうですね、それを誰よりも見せてくれた脇坂11は、なんだか柳田さん、ずいぶん輝いてません？はい、なんかすごく晴れ晴れとした感じで、すごくいいですね。